はいみなさんこんにちは。緩和委員長です。はいみなさんこんにちは。緩和系アバス沖から緩和委員長です。韓国で新型コロナの感染が急拡大しているというニュースが流れていますよね。日本の隣であるにもかかわらず、状況というのはかなり違ったように見えます。この理由が何なのかということに関して、今日は皆さんにお伝えしたいと思います。明らかにわかる違いとしては2つあると思いますので、その2つを皆さんにお伝えしたいと思います。 このチャンネルはこのように他では取り扱ってないような医学医療健康情報をお伝えしています。情報はたくさんあっても、出典を明らかにしているものは決して多いとは言いません。このチャンネルでは出典をもとに皆さんにお伝えすることを特徴としております。他の動画も見ていただいて、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あと最新情報をツイッターで流すことも多いですので、Twitter、フォロー、LINE 登録よろしくお願いいたします。それでですね、まあ何が違うのかということなんですが、まあやはり違いはあるんですね。 まあその何が違うのかということを明らかにしていくのが重要だと思うんですが、まあ今まずどういう状況にあるのかということなんですけども、なんと1日に3292人の新規症例を認めたということなんですね。これはとても多いですよね。まあしかも29人亡くなったりとか、そして重いケースが506人もいるということなんですね。まあかなりこれに伴って ICU などが まあ大変な状況になっているということも合わせて報じられています。まあ一方でワクチン接種の状況がどうなのかというところなんですが、こちらは順調に進んでいるというところなんですね。5200万人の70%がワクチンを受けるという、まあ、ゴールを超えることができて、まあ、そしてまた78.5%が2回の接種を終えているということなんですね。そしてまあ90%以上の成人が ワクチン接種を受けているということで、これは率としてはかなり高いということは言えるでしょうね。そのような状況で、それにもかかわらず感染というのが広がってきてしまっているという状況なんですね。で、まあ、何が日本と違うのかというときに、一、まあ、つ挙げられると思うんですけども、これ、まあ、Living with COVID-19 っていうふうに書いてありますけども、まあ、コロナと共生する施策というのを打ち出したということなんですね。 で、まあ、具体的にどういう内容なのかというと、これは制限の緩和なんですね。ジムとかサウナとかバーの制限というのが緩和されているということなんですね。他にも社会的距離のルールを緩和したということで、まあ、当局はレストランの大規模な懇親会や屋内での食事時間の延長を可能にしたということなんですね。まあ、パンデミックが経済に与える影響について懸念を表明して、 まあ、ウイルスが蔓延し続けてもワクチン接種率を改善することで入院や死亡が抑えられるというふうに期待しているということなんですが、まあ、こういう政策をし始めると、まあ、どうしても感染としては広がってしまい、そしてまた、まあ、一定の確率で重症者というのが出てきてしまうので、やはり、まあ、見ていても似た国として、 イギリスなどが、まあ、頭をよぎりますけれども、まあ、大幅な緩和というものをすると、現行の状況だとどうしても感染が、まあ、広がってしまうというようなところがあるわけなんですね。そしてまた一定の確率で重症化しますので、まあ、そういうところで、まあ、医療の逼迫というのも、まあ、一部起こり始めているということが読み取れますよね。で、ここの記載なども注目なんですが、まあ、ワクチンを拒否したりとか、あるいはですね、2月に始まった ワクチン接種のキャンペーンがあって、その時の早い段階に接種を受けた方ですね。接種を拒否したりとか、最初の頃に接種したような方ですね。2月の頃に接種したような人というともう、もう9ヶ月ぐらいになりますけどもね。そういう人、まあ、ご高齢の方を中心に、まあ、そのような重いケースというのが出てきているということなんですね。で割とこれまでの論文で見ても、半年は少なくとも重症化に関して、 まあ、現行のワクチンというのは、しっかりとした効果を示すということが分かっています。しかし、この状況面の話からすると、これはやはり9ヶ月ぐらい経ってくると、もしかすると重症化等に関しての効果というのも低減してくる可能性というのが考えられるのかもしれませんよね。まいずれにしろただ、まここに挙げられているものは、現状私もざっと調べてみたんですが、まだ論文というものではなくて、記事が中心ということなので、 ま、この原因に対しての考察というのも、まあ、あくまで私個人の考えであって、いわゆるエビデンスで言うとこれは高くないものですし、そういう意味でやはり専門的な分析というのをしっかり待ちたいところではあるんですけども、まあ、同じ東アジアで、まあ、欧州などと比べれば禁じしているような側面があるにもかかわらず、これだけの左右を認めると、ま、いうときに、ワクチン接種率というのも決して低いわけではないという状況で、 まあ今何が一番違うのかというと、まあその11月から始めたという新しい韓国のこのキャンペーンというもの、これが影響しているということを、 これは否定し得ないのではないかと考えられます。で、これは直接、そうですね、私が取材したわけでもなく、二次的なソースからの話なんですが、まあやはり感染に対して、まあ、ワクチンを打てば大丈夫とか、まああまり重症化しないから心配ないみたいな、まそういう話も流れているというような話は報じられてますよね。まあ一方で現状のところ、まあ韓国もこの新しい キャンペーンというのを始めているということもあって厳格な社会的距離の措置というのを再び課したりとかまあ、そういった計画というのはないということではあるんですねまあ、一方で感染者に関しては増えているとそして重症者も増えているという状況ではあるわけなんですねで、ここで少しま思い出してみないといけないのはまあ、先日紹介したように新しい研究が10月の末に出てですね大規模な例えば集まりがあった際 まあ、いつ感染者数に変化が生じるかということに関して、まあ、大きな集まりがあって、まっ、あ、すぐ感染者というのは増えるわけじゃないんですね。大体8日後ぐらいから地域の感染増加の最初のサインというのが現れ始めて、ピークが現れるのは24日目という、そういう研究もあるんですね。まあ、それが30日目に優位差が消失するということなんですが、これは当然一つの集まりに関してそうなので、大規模な集まりが続けば、ずっとこういった状況が続くということにはなるわけなんですね。 まあ幸いにして日本は現状を抑えられているところではあるんですけども、そしてもう一つの違いがあるんですけども、それは打っているワクチンの違いというのがあるんですね。で、これはどういうことかというと、こちらが日本の首相官邸からのデータなんですけども、日本はご存知のように mRNA ワクチンを打っている割合というのが非常に多いんですね。まあ現在1億8000万回 接種というのが行われてますが、うちファイザーが1億5000万回、モデルナが3000万回、まあ、それだけの量を占めるのに対して、アストラゼネカのワクチンというのは実に10万回ですね。1億8000万回中の10万回なので、だいぶ少ないということがわかると思います。まあ、一方で韓国はどうなのかということなんですが、はい、こちらにありますように、ワクチン別の累計接種完了者、 これは11月6日に発表されたニュースなんですけども、こちらによるとファイザーが2099万人、アストラゼネカが1100万人、モデルナが577万人、ヤンセンが148万人というふうに書いてありますよね。全部これらの接種完了者を足すと、まあ、約ですね、3924万人になるので、そのうちの1100万人ということで割合としては28%になるんですね。 これはだいぶ違いがあります。日本だとまあ10万人なので、非常にこれパーセンテージとしては少ないわけですね。1億8000万回中の10万回なので、パーセンテージは非常に少なくなるんですけれども、韓国では実に28%がアストラゼネカのワクチンを打っているということになりますで。ファイザーのワクチン、mRNA ワクチンに対してアストラゼネカのワクチン、 アデノウイルスペクターワクチンなんですけども、これらの違いというのは、これまでの動画でも何度か紹介してきてはいますけれども、重症化等に関する効果というのは、様々なデータというのがあるんですけども、あまり大きな変わりがない一方で、デルタ株に対してですね、症状のある新型コロナの抑止に関しての有効性が違うということが指摘されているわけなんですね。例えば、ある文献によると、 ファイザーのワクチンが症状のある新型コロナの抑止に対してですね88、88%の効果があるのに対して、アストラゼネカのワクチンは67%という結果が出てるんですね。まあ、したがって症状のある新型コロナの抑止に対する効果というのは、アストラゼネカワクチンの方がデルタ株に関して低いということが考えられるわけなんですね。まあ、そうすると、3割近くがアストラゼネカのワクチンを打っている。 というような状況を見ると相対的にはファイザーのワクチンを打っている軍より感染に対する抑止の効果というのがあまり高くない可能性というのがあるので、まあ、こういった違いというのも影響している可能性というのが否定しえないのではないかと思われますこのような二つの違いというのが目立つ違いとして挙げられると思いますねまあそれでこれらを見て、まあ、何をどういうふうに考えたらいいのかというところなんですけども、まあ、現時点でやはり私が感じたこととしては、まあ、こういった、まあ、もう大々的に普通の生活をしましょうみたいな まあちょっと感染しても、まあ構いませんよね、みたいな。重症化するリスクは低いですからね、みたいな感じでやはり、まあ一気に元に戻してしまうと、これはなかなか、ちょっとやっぱり、 まあ厳しい状況というのに再度戻り得る可能性があるということを示唆するものであると考えられます。で、どうも韓国もこれ様々なソースを見ると、まあやっぱり経済的な要請というのがあるわけなんですよね。そのため、まあこれは日本でもずっとそうだったわけですけども、まあこれ元に戻したいという気持ちはよくわかりますし、まあ生活に影響を与えている方も非常に多いわけですので、まあそういうところで元にすぐに戻したいという気持ちはよくわかるんですが、まあ一方で、 まあ感染がこうやって広がり始めると、また様々な、まあその他の分野にも影響を与えるというところがあるわけですよね。まあこれは以前からも紹介してきている通りではあるわけですけども。で、じゃあどうしたらいいのかということなんですが、まあ、やはり今そうですね、広がっている株というものに対して、やはり現状のワクチンというのは、まあ完全に対応しているものではないというところ、まあこれがもしかすると、やはり効果への影響というのがあるのかもしれません。 まあ、とはいうものの重症化とか死亡に関しては少なくとも半年ぐらいは効果は保たれると。そしてこの韓国からの、まあ、あくまで観察ですね。そして正式な論文ではないですけども、で見ると、まあ、9ヶ月ぐらいまで もしかすると、そういった効果もあるのかもしれませんが、ただ、既存の論文ですでに言われていますように、感染等に対する効果というのは、どうしてもデルタ株相手だと、やはり半年ぐらいだと、まあ、かなり衰えるということが言われているわけなんですね。まあ、そうすると、どうしても、まあ、感染としては、広がり始めたというものを抑止するというのは難しいという状況にありますから、まあ、そのような状況の中で、まあ、やはりこういった変異株対応のワクチンに、なってくるというところ、これが、まあ、重要なのではないかと思われますよね。で、それまでに、 やはり、ま元の生活に戻しましょうというような感じのキャンペーンをやってしまうと、ちょっとこういう感じになってしまうのではないかなというところが危惧されるところです。で、やはりもう一つ重要なのは、初期治療の充実ですよね。まあ、特に経口薬などで速やかに治療できると。まあ、それも比較的後半にですね、まあ、インフルエンザと同じように、ま治療できるような体制というのが、ま整わないとなかなかそうですね、まあ、やはりなって OK。 とばかりは言えないことであって、まあ、それは一つにどうしても感染、はっと広がりますから、まあ、重症者も出てきて、まあ、医療逼迫につながってくるということや、あるいはその後遺症の問題などもあるわけなんですね。まあ、したがって、これはイギリスでもさまざまな批判もあるわけなんですが、まあ、なって OK かというと、その後遺症の問題なども無視しないと、まあ、これ、さまざまな意見があるわけなんですね。 したがって、まあ、経済的な要請から元に戻しましょうということをあんまり強力に推し進めたりすると、まあ、やはりこの韓国のような事態というものにつながってくるのではないかというところが危惧されるわけなんですよね。はい。というわけで、まあ、今、日本と韓国何が違うのかというときに、まあ、ワクチン接種は、まあ、しっかり推してるわけですよね。で考えると、一つの違い、それは、 ワクチンの違いそしてもう一つの違い、い未だにという考えもあるのかもしれませんけれども、マスクの着用をしたりとか、まあ、ソーシャルディスタンスを保ったりとか、まあ、密になるのを防いだりとか、 あるいは、また手洗いしたりとか、そして環境を保ったりとか、以前よりはね、だいぶ緩んできたっていう話も聞きますけれども、ただ、しっかり取り組んでいるのが、まあ、諸外国に比べれば相対的に高いというところがあると思いますので、これがやはり、感染の再拡大などを防ぐ力となっているのではないかと伺われますよね。まあ、ただ、しかしもちろんこういったことに関しては、確たあることを言うにはしっかりとした分析、学術的な分析が必要ですから、まあそれをしっかり待ちたいところでありますし、まあそれに委ねられるところではあるんですけども、 まああくまでこのニュースですね。論文ではなくニュースなどを元に私が何が最も違うのかということを考えたときにまあそれがちょっと大きいのではないかと思いますよね。まあ、要するに予防と対策をまあしっかり行っているということが最大の違いなのではないかというふうに思われます。 まあ、人種的な観点から見ると、日本に近いというところがありますので、まあ、その状況の中で、何が違うのかというときに、まあ、そういったものが考えられるのではないでしょうか。まあ、もちろんね、日本人独特の酵素が、まあ、あるのではないかみたいな話もありますから、まあ、これは何とも言えないところではあると思うんですけども、まあ、ただ、しかし、やはりそういった、まあ、政策ですね、割とそういう、強制みたいなことをね、まあ、コロナと強制みたいな感じで、まあ、前面に押し出して、まあ、一気に解禁したりすると、やっぱりちょっとこう、感染者に関しては増やしたりするようなリスクがあるということ、これを改めて示し したと思います、まあ、そしてまたどうしても接種後時間が経ったような人から、まあ、重症化のリスクがあったりとかですね。そしてまた感染が非常に広がれば、まあ、重症化する人が出たりとか後遺症を残したりする人が出ますので、まあそういう意味でやはりこういたずらに感染を広げないのがいいことは言うまでもないと考えられます。 皆さんは、この、まあ、韓国での拡大、そして日本では、まあ、現状のところですね、まあ、この動画を作っている11月18日現在、まあ、非常に大きく広がっているという感じはないので、何が大きく違うのかということに関して、まあ、どう思われますかまあ、ぜひコメントをお寄せいただけたらというふうに思います。できるだけ早い時間にコメントをいただいて、最近大変助かっておりますので、まあ、ぜひよろしくお願いします。これからもこのような役立つ医学医療情報をお伝えしていきたいと思いますので、顔のところをクリックされて、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。引き続き予防と対策に気をつけてですね、日々元気に乗り切って、 参りましょうそれじゃあ皆さんまた